珍しくピンをつけてみようと思って持ってきたけど、つけるのが難しいです。緑龍さん、あったか配信だってありがとうございます。こんばんは。疲れさ、あ、リッキーくん、ご表紙になってる、ありがとう。嬉しい。何これ、ミミズみたいな、ありがとう。つけた。ついた。え、髪伸びたよね、ひな。髪伸びた気がするんですよ。髪の毛切ってない。今日はね、両耳かけした。そうなんです。ヤッホー、こんばんは。皆さん、お久しぶりかな？いつでしたっけ、前回の配信。2月中ではある？巻いてない。巻いて、でもね、今日は両耳かけにしてみた。そう。でも、あんまりこの服とこのピン合わないけど、ピンの気分だった。ヤッホー。こんばんは。そう、そうですね。2月6日だって。2月6日？だいぶ前だ。じゃあ、2月6日っていうことは、もうまだ韓国 Vlog が出される前ということですね、皆さん。そういうことですね。ね、前髪伸びてさ、なんかよくわかんない。目に入るだけ。 いろいろありましたね、本当に。その前回の配信から、実は、あ、もうなんかもう話していいのかな。結構ちょっと5分ぐらい経ってからにする？じゃあ9時5分から話しましょう、近況をね。フェスもあったしね。あと2分後、近況話します。いろいろあったよね、もう。このさ、前回配信まではそこまでそんなね、いろいろあったわけじゃないけど、配信終わってから今日までの間さ、すごい。 フェスの時顔見たら バレた？ウォーターメロンにー、イゴヌン、ひな祭りん、こんが。そうなんだよね。でも今月忙しかったっていうよりかは、でも結構ね、前々からこういろいろやってたものが多かったので。お、ヒータロニー、オレンマニエよ。 そうなんですよ。韓国も行ったのね、1月とかだから。1月が本当に忙しかった。そう、このね、配信までの間で、韓国行って、あと何やった？もうさ、わかんないの、何やったか。韓国行って、枕投げて、ラジオして、何出てるかな。あ、そう、18期ファンミ決まってかな。そう、1月末なんです。ね、韓国ファンミということで、これ結構さ、私のファンの方だけじゃなくて、多分正規メンバーのファンの方とか、選抜メンバーのファンミーティングだから、そのファンの方とかもきっと気になってるだろうから、話したいですね。小ひな、小ひなだ、小ひな、小ひなえよん。もうあれなのかな、ファンミーティング始まってんのかな。そう、じゃあもう5分になったんで話します。 まず、そうだね、波動本戦初出場で優勝もしたしね。まず最初は、どうしようかね。韓国に行くことが決まったのは1月とかなのかな、12月とかなのかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、まず最初に、YouTube の Vlog 見ていただけましたか、皆さん。皆さん見ていただけましたか？見てない人は
見てきてください。ぜひ AKB48 の公式 YouTube にて載っておりますので見たって嬉しい、ありがとうございます。まずはパスポートを取ってっていう風に言われて、なんでだろうなと思ってパスポートを取ったんですね。まあ、それはショールームとかでも言ったかな、パスポート一人取りに行きますみたいな風に言ってたのでパスポートを取りに出たんですけど、その後にYouTube の一番最初の画面、スタッフさんとお話ししてる画面なんですけど、あの時にね韓国行くっていう風に言われて、そう行ってまいりました。なんかもともと私あんまりそこまでスタッフさんに韓国語喋れますっていう風にこうアピールしてたわけじゃないので、ショールームとかではね韓国のファンの方が来てくださるので、韓国語で喋ってたりはしてたんですけど、あんまりスタッフさんに伝わってなかったみたい で私なんか年末の面談みたいなやつが毎年あるっぽいんですけど、その面談の時になんか得意なこと何って聞かれて、私韓国語喋れますってその時に伝えて、あんまりそうなんだあんまり知らなかったっていう風に言われたので、ショールームとかウィバースとかでは韓国語喋れるのでそれを使ってはいるんですけど、あんまり そこまで浸透してるわけじゃないので、もっと私の特技だからこうやっぱねできることは前面に出していかないといけないって、埋もれたくないので私ももう特技っていう風に伝えたんです、スタッフさんに韓国語できますっていう風にね。そしたらこういう機会をいただけたので、やっぱりね自分でこう何スタッフさんにアピールするのが大事だなってすごい思ったんですけど、それで韓国の契約ファンミーティングの契約を任されまして行ってきたんですけど、それがねヒーさんの卒業公演の2日後とかなのかな、その時ぐらいに韓国に行ってて、あとね、なんだ結構ねいろんなことしてきて、なんか本当に自由、自分のやりたいことやっていいですよ、プランは成田さんにお任せしますっていう風に言われたので、本当に全部ね自分で調べたり、あとひーさんにおすすめの場所を聞いて、ひーさんがすごいねリンクと説明と一緒に書いてくれたんですよ、ここはこういう場所でみたいな。ひなも韓国行ったことがなくて あれが初めてなんですよ。なんか韓国語は勉強っていうか韓国語の知識は少しは持ってるけど、そこまで韓国に行ったことがあるわけじゃないから詳しくはなかったんですね、街とかどういうお店があるとか。だから本当に分かんなかったので、ひーさんに連絡させていただいておすすめの場所を教えてもらってたくさん行ってきました。そう、雪は降ってなくてね、よかった。あ、何が教えてもらったかな、ヨーグルト屋さんと、あと雑貨屋さんもひーさんに教えてもらって、行ったことはないらしいんですけどなんか有名だよっていうふうに教えてもらって、あとモクサルっていう夜ご飯で食べてたお肉もひーさんに教えてもらってほとんどひーさんおたかつコースですねあとどこかな、もういろいろ行きすぎてねもうわかんないんだけど、サムゲタンもかな、わかんないけどたくさん教えてもらって、それをこうスタッフさんに提出して行かせていただいたんですけどね、韓国のファンミの会場を見つけまして、なんと AKB48 成田小日向で契約してまいりました。しごできと呼んでください嘘でございますが、それはしごできって言わなくても大丈夫ですがそうなんですよ、契約してきまして、契約の映ってたかな YouTube に、男性の方、会社の方、韓国人で日本語ができないということで全て韓国語で契約してまいりました。その様子はあまりね映ってはいないんですけど、契約してまいりました4月のどこ空いてますかみたいな風のねやり取りもあったんですけど面白いでしょう、
私もびっくり、まさかね、契約するなんてまさか。のもびっくりだよ。でもね、あそこの会場ね、おいくらでした？それはちょっとね。それなんだっけ、あそこの会場はひーさん情報なんですけど、もともとっていうか、結構ね、韓国アイドル、 K-POP アイドルの方も使われている会場らしくて、アイズワンの時にペンサイン会で使ったよって、あそこでイベントしたよっていう風に連絡来て、そう、あの YouTube の Vlog をひーさんが見てくださってたみたいで、感想と、なんかほとんど行ったことあるとこだったっていう風にね、あの会場含め言っていただいて、そうなの。まさかね、ひなの韓国語はやっぱオタ活の一部としてこう韓国語をね学んで いたんですけど、ひじゃ名前出さずにこう出してないですよ、そんな出さないです、出さないです。まさかこうしてね、お仕事につながるなんて思っていなかったのでびっくりしました。これ何、おひな様てるけど、これはタワーじゃないよね、びっくりした。大丈夫かな、読んでないとかじゃないよね。そう、そうでした、そうなんですよ。他のメンバー韓国に対応できる、どうなんだろう、でもできる人は いるのかな、わかんない、私もわかんないです。そうなん、今タワー見逃した？そんなことない？なんか出てきてないんだけど。タワー？どこだ？誰？花さん、ハートいっぱいありがとうございます。どれ？どこ？どこだろう、出てきてない。ビビビビさん、ビビビビさん、ひなさまたはありがとうございます、嬉しい、ありがとう。ひなの方に反映されてないかも、なんでだろう、出てきてない、うん、ありがとうございます、嬉しい、皆さん教えてくれてありがとうございます。そんな感じでね、そう、韓国たくさんいろんなとこ行ってきたんですけど、あの、なんだあれ、ゴンドラっていうの、ゴンドラみたいなやつに乗って、あのね、行ったんです、なんか景色綺麗なところ行ったんですけど、すごいね、寒かったけどめっちゃ綺麗で、でもね、すごいなんか一番こう近隣の国だし、そんなに変わんない、日本と変わんないのかなと思ってたけど、意外とね、空気感とかこう肌で感じる匂いだったり、いろいろなんかね違うなって思いました。そう、ロープウェイみたいな、でこれが18期にお土産で買ってきたキーホルダーの私バージョンです。これ8人全員違う柄のやつ持ってるので、皆さんみんなに聞いてみてね。じゃじゃん、そう、18期お揃いのやつ、これは音楽が最高の子みたいな、うまきチェゴシンって書いてるんだけど、音楽聴くのが一番好きな子っていう感じの意味です。みんなね、意味が違くて、アズだったら犬が一番みたいな、ひなのは猫で、あとゆいは妹かな、さえちゃんトマトで、かすみん勉強で、ゆなうさぎ、ゆめみは私が一番かな、全員言った、私、かすみ、さえ、ゆな、まずひなの、ゆめみ、ゆい、言ったね。そう、こんな感じ。そう、ワッペンワークとかもやりたかったんだけど時間がなくてできなかったので、これを買ってきました。
そうオニオンっていうねパン屋さんとかも行って、パン屋さんのいちごのパンがすごい美味しくてね、めちゃめちゃ美味しかったです本当に。あとはなんか映ってたかな、ミョンドンっていうところに行ったんですけど、オリーブヤングっていうなんかすごい韓国で有名な、日本でいうアットコスメとかなのかな、そう大きいなんか大きい松木語みたいなわかんないけど、そんな感じの場所に行って、なんかいろいろね自分へのこうお土産、お土産じゃないけどパックとか買ったんですけど、あとねひーさんがなんかの雑誌で昔おすすめしてたリップも買ってきたり、そう売ってたから買ってきたんですけど、あとねなんかおすすめっていうかめっちゃ買ってきてよかったなと思うものがあって、これなんかあんま出しちゃいけないのかな、こういうのってなんかビタミンのねサプリメントなんだけど、レモンが好きなんだよね、だからすごいね美味しく飲めていいビタミンサプリメント手に入れたんですけど、ちっちゃいのしか買ってこれなくてね、大容量のやつ買えばよかったって後悔してます。まあ韓国はそんな感じでした。まあ聞きたいことあったらね随時コメント待ってます、それ答えますね。次次、今日は1時間半予定ですので10時半まで。酸っぱい、ちょっと酸っぱい、酸っぱいけどひな酸っぱいの好きだからね、次次とね話移っていきますが、質問等々ありましたら、あと聞きたい話とか、あの YouTube の中で聞きたい話とかあったら質問ぜひコメントしてね。クヨンさんじゅんえそうチルムイナー듣고싶은얘기있으면コメント해주세요。聞きたいことあったら握手会ぜひ来てください。韓国で食べて一番美味しかったもの、一番何美味しかったかな、モクサルかな、夜ご飯のお肉が美味しかったです、すごくなんかお塩につけて食べたんですけど美味しかった。韓国に行って韓国来たって感じたのは乾燥空気の乾燥、めっちゃねあのエステの時の乾燥動画見たら分かるんです、すっごい喉ガラガラなんですよ本当に、めっちゃガラガラで本当にねちょっと見返してほしい、本当にガラガラすぎて面白い。であのエステのさやってくださってる女性のねスタッフさんがあのあとすごいお綺麗ですって言ってくださって褒めてくれて嬉しかったです。そうなんか現地の方とこうお話ししたのが初めてだったので、私の韓国語って通じるのかなってすごい不安だったんですけど、現地での日本語ができない店員さんに通じたので良かったです、めっちゃ嬉しかった。韓国語もいぼばっちょね、시간이없어가지고もいぼっそよ、韓服は着れませんでした、時間がなくて残念。私ね多分あの時着てたら寒すぎてちょっと無理だったかもしれない。見せもんじいまじゃ。ね通じた、そうめっちゃ声ガラガラだった、あの時本当にすごいガラガラだったから。今度初めて握手会行くのですが何を話せばいいですか。なんかなんだろう、いつもはね日常とか劇場公演見てくださった方だったら劇場公演のお話とかしてくださるんですけど、皆さんの趣味とかもすごい気になるので、好きなことだったり私のこと知ったきっかけとかも聞けたら嬉しいです。黒縁メガネかかった、そう夜ご飯いきなりねメガネ出てきたね、そうガラガラだったのびっくりした。ネイティブ本当カメラもそこ行って持ってね、そうエステ体験してみたくて行ったんですけど、すごいねめっちゃ心地よかったですね、そうなりました、あの空間も相まって。おまたぜひ静岡に来てくださって、嬉しい、日曜日初めて行きます、お嬉しい、やや徳さん待ってます、ありがとうございます、嬉しい。握手はコーヒーの話、そうねもう
握手もね結構ファンの方によって多種多様なので、皆さんが話したいことを話しましょう。こんばんは、こんばんは。そう、韓国の次はなんだ、何が最初だ。エステはね、あのヒーさんに教えてもらったやつじゃないんだけど、一番有名なエステ屋さんに行きました。韓国に来て印象深いこと、なんだろう、すごいスタッフさんたちが、スタッフさんっていうの、店員さんがすごいお優しかったです。どこのお店も優しかった。そう、キムチがね、キムチが辛くて、あのサムゲタンっていう、サムゲタン、鶏のなんかあの結構薬味系のね、体にいい系のご飯を食べてたシーンがあったと思うんですけど、チキン見せてた時のお店があったと思うんですけど、そこで初めてかな、韓国に行って初めてキムチを食べたんですけど、そこのキムチがねめちゃめちゃ辛くて、ワーホーってなりました。サルパジョンナーくれよ。そう、サムゲタン、チキンマシソスよ。マジャイルボネね、マジャキムチ달랐어완전。辛いの苦手なんですよね。お話し会、韓国語話せない、日本語全然大丈夫です、日本人です、私も全然。次波動かな、波動かな、波動は、でも波動の後じゃなかったっけ、波動話したかった、話したくない、話してないかな。波動の話したよね。じゃあしてない話からしたいから、枕投げかな。枕投げは、枕投げはですね、お、伊藤を盛り上げていただき感謝です、ありがとうございます。お、嬉しい、伊藤の方なんですよかね、嬉しいです、ありがとうございます、来てくださって。そう、ポスター撮影が2月の方にあったんですけど、あのポスターもね、私だけなんか枕すごい、枕しなしなじゃないみたいな言われたんですけど、私あの防御なので布団なんです、あれ実は布団でこうバサッとね防御担当なんですけど、あの伊藤初めてですね、静岡自体初めてで。そう、でもね滞在時間がめちゃめちゃ短くて、朝早くの午前中とかにもう新幹線乗ってたのかな。そう、あれはね島倉敷って読むらしいよそう、めっちゃ滞在時間短かったんだけど、なんまる寒くて、本当にめちゃめちゃ寒くてびっくりしたでもね、こう新幹線乗っててなんかなんだ、景色とかね、富士山とかめっちゃ綺麗に見えて、晴れてたんだよね、だからすごいめちゃめちゃ綺麗でしたね、ひなも温泉入りたかったんだけどね、入れなかった、時間なかったその次の日もね、あのネモースさんで朝が早かったので泊まれなくて。そう、波動チームもあった、そうなの、波動枕投げ部っていうチームがありましたね。そう、あそこでもね、私は島倉敷とデモンストレーションの試合を少しだけさせていただいたんですけど、楽しかった、枕投げ。トゥロオルテンナリタコンマングロトゥロワンナアニアニエヨアマ羽田ヨットンゴガテネキヨクロ。そう、本当に枕投げだけして帰ってきた感じともさん、なんかライトありがとうございますニュースでこいちゃんの名前出てたよ。そうね、すごいね、あの
取材の方がたくさんいらっしゃって、私一人であんな取材受けたの初めてだったのでびっくりびっくりでした。そう、お話し会の次の日に枕投げ行って、その次の日にネモスでした。あんま田舎に来ていただいちゃった、申し訳、全然本当にめちゃめちゃ素敵でした。私田舎出身なので、もっと田舎出身なんで、すっごいね自然豊かでめっちゃ好きな場所でした。海もめっちゃ綺麗で、あの通る電車で海を見たんですけど、熱海かな、めっちゃ綺麗だった。なんかね、駅、伊東市の駅とかに、なんていうのあれ、ヤシの木っていうの、あれすごい南国みたいだった。枕投げね、楽しかったよ。すごいね、あの多分前日に告知されたので枕投げだから、多分あのファンの方はいらっしゃらなかったと思うんですけど、あの何で出場者の方、枕投げ大会出場者の方がすごい、ね、こひちゃんとか言ってくださって、え、なんで名前知ってくれてんのみたいな、こひなちゃんじゃなくてこひちゃんって言ってくれてたんですよね、え、なんでみたいな、めちゃめちゃ嬉しかったです。のん生誕投げ打ってかやばいやばい、静岡まで、でも静岡めっちゃ近かった気がする、新幹線で行ったんですけど近かった気がする。そうだね、参加者だけだったらしいね。ポスターすごい凛々しいでしょ、枕じゃない、布団持ってます、防御あれビハインドがありまして、枕がすっごい重たくて、やっぱ写真を撮るので重りを入れてこうピンってさせてるんですけど、すっごい重くて、もう次の日ここ筋肉痛でした。実は公園だったんですけど、ここは筋肉痛でこんなんプル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 してました。マイク落ちるかと思った浴衣に合ってた、まあ浴衣担当ということでお願いします結構ねずっとこうこの体勢が意外ときつくて、こうだったら全然いいんだけど、この体勢ちょっとねきつかったね、やっぱ浴衣和顔なんで、和服が似合う顔っていう風にまあ自負しているので楽しかったです。すごいね、あのなんていうの、出場者の方すごい話しかけてくれたりね、嬉しかった。すごい多分ファンの方、私のこともともと知ってる方そんないなかったと思うんですけど、顔ちっちゃいとか可愛いとかめっちゃ言ってくださって、ああよかったと思って嬉しかったですなんかあんまりこう AKB48 代表っていうか一人として行くことがなかなかないので、すごい怖かったんですよね。え、あれが AKB とか言われたら怖いなって思ってたけど、すごいね褒め言葉たくさん、お世辞かもしれないですけど言ってくださって嬉しかったです。パヤーさん、クモさんありがとうございますのみえっぽいわにーやこまわよすごい楽しかった。出場者、そう、女性だけのチームとかもいたんですよね優しかったです。こうたくさん手振ってくれてね、手振り返したらわーみたいな、え、私そんな人じゃないよ、そんな人じゃないのに嬉しかったです。ティナンニーこんだりこまうよね、伊東温泉入りに行きたいな。なんか全然ゆっくりできなかったんですけど、あのもしね時間があったら、結構近かったのでオフとかあったら一人で行ってまた観光でもしたいなっていうぐらい楽しかったです。あと初めて駅弁を食べまして、マネージャーさんが買ってくださったんですけど、駅弁美味しかった。駅弁っていうのあれ、駅で売ってる弁当、駅弁だよね。来年も行くかもしれません、わかんないけど初めてでした、新幹線、うん、初めて。なんかね、和食の
お弁当だったんですけど、マネージャーさんに買っていただいて、あといちご大福も食べました。練乳いちご大福みたいな駅で買ったんですけど、釜飯だったかな、分かんないけどね、美味しかった、うん、飛行機はねもう何回も乗ってるよね。すごい。そう、枕投げはこんな感じでした。サインは愛おしい愛おしさんへお願いします。そう、あれはね、なんか愛おしいでお願いします、サインつけなくていいんですか、つけないでお願いしますって言われたので、いつもはね、何々さんってファンの方にはつけさせていただいております。うん、結構さ、めっちゃ遠征アイドルだよね今。韓国行って静岡行って、ね、北海道ファンみんな会ったり来たかったんだけど今回なかったよね。夜のニュースで枕投げ残したんですびっくりしたでしょう。今マジで遠征アイドルじゃない？どう？遠征アイドルどうですか、ね、でも地方でお仕事させていただくのすごい楽しくて、初めて、私は北海道以外はほとんど初めて、そんなこともないけどね、意外とあんまり行ったことがないからすごい楽しいです。また呼んでください。北海道も行きたい。北海道のなんかさ、水島さんが北海道のいろんな大学とかでなんかあの SOS48 やってるのが羨ましい。私の地元にも来て、静岡行った日めっちゃね富士山綺麗だったの。サンクマンビタミンレモナレモナさん、富士山は富士山、富士山はマウント富士。そう、その後ねお昼公演、どうしてもお昼公演行きたくて、そう急いで帰りました。休みの初日をどうしても見たくて急いで行きました。でも意外とファンのこと気づかないめっちゃいましたよ私、劇場公演いました。みんなね、ひなにめっちゃファンさせてくれてた。あのアズとか夢見をね、気づいた時の顔が面白かった。名古屋行きたい、名古屋行きたいね。どこら辺？上手にいました。花道の近く。夢見の気づいた時の顔がねめっちゃ可愛かった。そして次はラジオかな。そう、みんなびっくりした。水島さんにも口パクでなんでって言われた。面白かったみんなさ、ひながさ静岡行ってるの知ってるから、知ってる人は知ってるからさ、え、なんでいんのってなるよね。帰る時間とか言ってなかったし、めっちゃ急いで帰ったんだよねラジオ、そうラジオなんですけど、聞いていただけたかな、 AKB48 のささやきラジオに出させていただいたんですけど、私ラジオさ本当に中学生ぐらいからラジオをすごい聞いてて、私が聞いてたのはスクールオブロックとかなんですけど、うん、すごい楽しかった。やっぱね、ウィバースかなんかですごい楽しいお仕事をしました、これをやりたいなって思いましたっていう風に言ったんですけど、もともとラジオがずっとやりたくて、あの落ち着いてる系のラジオ、音楽かけたり、こう少し皆さんのねメールに答えたりするような落ち着いてる系のラジオがすごい好きで、よくこう部屋をね暗くしながら技術の授業で作ったラジオをね、こう自分でこうハンダーとかでラジオを作る授業があったんですけど、そのラジオでねいつも聞いてたんですけど、そう平手さん出てた頃のやつ、そう平手友梨奈さんが
スクールオブロックやってた時に私もメール送ったりしてたんですけど、それそう自作のラジオそうなんです。だからずっとラジオやりたいって言ってたんですけど、なかなかねラジオに出る機会がなくて、そうたまたまこうレッスンしてたらいきなりこう連絡が来て、あの AKB48 のささやきラジオ出演依頼が来てるんですけど出れますか、絶対出ます、絶対出ますって言って出させていただきました。めちゃめちゃ嬉しかった。そして18期初めてならしいんですよ、ささやきラジオ。そうズッキーさんが呼んでくださって、波動のねビリーブっていうチームで同じだったんですけど、ね、あんまりねお話しさせていただいたことがそんなになくて、波動で関わらせていただいて呼んでいただけて、もともと気になってたって言ってくださって、え気になってたって何、もともと気になる存在だったっていう風に言っていただいて、え嬉しい、なんでなんでひなのこと気になったのそんなことは聞いてないけどね。ラディオバンソン中量のがねよ、トゥロボゴシッポよひなちゃんラジオ鎖オンジンガこんながゴシッポよ。最近 YouTube で韓国に行った時の動画見ました、嬉しいです、ありがとうございます。はるちゃんさんありがとうございます、とても嬉しい。そうすっごい楽しかったです。あのお誕生日お祝いもしていただいて、キレートレモンいただいたんですけど、すごい嬉しかったです。気になったので覗きに来ました、嬉しいめちゃめちゃ嬉しいです。そうささやき、ささやきちょっと苦手だったかもね、ちょっとね難しかったなんかね囁いてる途中で声が出そうになって難しかった。こしちゃん声がいいから嬉しい、ありがとうございます、ね、お話できてよかったです。絶対頭いいよねって言われ何回も言っていただいて、そんなことないのにヤギかわいい、ありがとうございます、嬉しい。韓国では会話困らず、困らなかったって言ったら嘘になるけど、まあできた方だと思う、初めてにしてはでもねえって言われたことはない、自分的にこれなんて言うんだろうって詰まって他の言い換えにしたことはあるけどところで今日は事実上のお誕生日配信、お誕生日配信は3月2日にやろうと思っております。お話し会の1日目かな、今シングルお話し会1日目の夜深夜にね、日またぎ配信っていうんですか、憧れだったので誕生日にしかできないですよねきっと。こひなも薬がラディオちょんまるチャラをレヌンゴがって、こまうよ、ひなの声がラジオに似合うみたいです、嬉しい。そうファンミンの会場予約してきました、嬉しい、ありがとうございます。独学で韓国語ができるのすごい嬉しい。お IQ テスト、そう IQ テストやったんですよね、まだ結果とか出てないよね、危ない危ない、言っちゃいそう。コーヒー会いたいよ、ひなも会いたい、みんなに会いたい、ひまたぎする予定です。コーヒー頭良くないんだよねそんなに、ひまたぎ、ひなんて言ったら、ひハングペンミーティンキレデヨナードチョムキンジャンハオイチマン、初めて来ました、お顔ものすごくタイプ嬉しい、ありがとうございます。松田里奈さんが好きなんですね、桜坂さん、私も桜坂さん大好きです。藤吉かりんさんが好きです、私は頭良さそう、嬉しい。韓国語の通訳の人はなんか通訳っていうかコーディネーターっていうのなんていうの人はいたんですけど、私には韓国語だったんですよねなぜか日本語じゃなくて韓国語で喋って、あのスタッフさんなんていうんだろう、撮影許可とかも自分でやったしな、
なんか いたって感じ。頭の回転速さそんなことないよ。下ゆうさん、くまさんありがとうございます。暇と行来ちょっと無理だ、ちょっと無理だね。申請必要、知ってる知ってる。 X のおすすめ出てきてから気になってます。嬉しい、ありがとうございます。お姫坂通りさんありがとうございます。当たってるかな。ガイド、うん、応援してますって最後に空港で言ってくださって。韓国でのラジオの仕事、それはちょっと緊張しちゃう、緊張しちゃうよ本当に、緊張しちゃうよ。そんな日またぎ配信する予定です。そう、私なんか今回っていうか今年はね、お誕生日二十歳になるんですけど、3月3日で、皆さん覚えてください。3月3日のおひな祭り、おひな祭りって言ったことないわ、ひな祭りで誕生日を迎えて二十歳になるんですけど、もう20代です。わあ、二十歳になるんですけど、私いつも誕生日は絶対家族と過ごしてて、家族と過ごさなかった誕生日はないんですけど、今はだかつて多分、うん、前年も一人暮らしはしてたけど、誕生日を帰省してたのかな、確かね。そうなんですけど、あのだからいつもね、お母さん方が、お母さん方、家族がいちごタルトをね買ってきてくれてたんですけど、私誕生日絶対いちごタルトって決めてるので、で今年はちょっと、ね、自分でなんかいちごタルト買うのもちょっとあれだなと思って、いいや今年はケーキ食べないでって思ってたんですけど、なんと家族がね、なんていうの、頼んどいてくれてて、取りに行ってねっていう風に連絡が来たので、お言葉に甘えてって感じで今年もいちごタルト食べたいと思います。そう、お母さんたちがね結構いい感じのいちごタルトを頼んどいてくれたみたいで、お高めの高級いちごタルト食べたいと思います。ご兄弟おります、弟がおりますね。タルト、なんかショートケーキあんまりね、スポンジが好きじゃなくて、なんかくどくなっちゃう、くどくなっちゃうんですよ。キャッチャーくん、そう、キャッチャーくん、昨日いきなり弟からなんか、昨日一昨日とかになんかいきなり電話来て、その時はちょっと出れなかったんですけど、また昨日電話来て、でまた出れなくて、こうかけ直して、なんか何してんのって言われて、そうお話しして、オセロ、オンラインオセロしました、一緒に。かりんちゃんとあるの好きって完全にし、え、嬉しい、しかもごひなしか勝たんにしてくれて嬉しい、ありがとうございます。正源寺陽子さんも好きなのかな、いつもカメラ持ち歩いでもね、カメラね持ち歩きたいんですけど、重くてなかなかいつもは持ち歩けないんですけど、ね、景色良さそうなとこ行くのは持ってってます。でも静岡持ってくの忘れちゃってね、悔しい、ちょっと悔しい。そうか、絶対綺麗だったのに持ってくの忘れちゃった。あと荷物重くてカバン破けたんだよね、静岡の日に。この取っ手の部分がボリっていってさ、カメラ持ってかなくてよかったと思ってね。早くね、メンバーのことも撮りたいんだけど、 なんかレッスンしかなくて、なかなかね撮れる機会がないんですけど、韓国行った時は撮ろうと思います。次きっとユナとアザだけになると思うけど、韓国のパン屋さんで使ってたカメラ、こいちゃんの、そう、自前のパンじゃない自前のパンじゃない、自前のカメラ、そう、静岡といえば最悪半分、そう、あのね、なんだっけ、マネージャーさんがさ、
静岡何が有名なんですかって聞いたら、カメラじゃない、もうなんか頭の中が大きかった、爽やかハンバーグって言ってて、は行きたいと思ったけど待ち時間がすごいかかるらしくて、ちょっと急いで行きたかったので行けなかったんです。アルノさんの歌も聴いて、コシちゃんの歌も聴いて、耳が幸せ、嬉しい、ひなも嬉しい、ありがとう。フェイント組、そう、フェイント組ね、そう、ロングスリーパー T シャツ、なんかマネージャーさんに聞いたら届いてるらしいので次受け取りたいと思います。そう、あのカメラ自前だったの。そうだよね、また愛おしい、行きたい、てか枕投げ大会で友達作ればよかった。みんななってくれるかな。初見です、ネッピーさん、はじめまして、成田小日向です。整理券取っておきます、受けるんだけど。おもろ、そう、楽しみね、また行きたいな、枕投げ大会。全部話したよね、3つぐらい。セタンティーマージャー、次の大会来年じゃない、きっと、きっと一緒に温泉入りません、大丈夫し。お、万能にこんどりこまうよ、成人式の写真セット、お、どんな感じだったの、いのも見てないんだよね。名前の由来、名前の由来ね、あんまりないんじゃない、わかんない。全然わかんないんだよね、あんまり理由なさそう。かわいい、ありがとうございますね、行きたい、枕投げじゃない、愛おしい、福フェス、そうだ、福フェスもあった。福フェスっていつだっけ、2月22とかか。じゃあそれも話してないじゃん。福フェスはね、呼び捨てファンタジーでセンターをやらせていただきました。柏木さんのポジションをやらせていただきました。めっちゃ頑張った。あれさ、実はさ、コンサートのリハで忙しくて1回しかみんなで合わせれなかったんだよね、当日。びっくり、わびっくり。そう、こんばんは、こんばんは。でも初めての曲が多かったから、あとね、本当はもともと快速と動体視力、韓国じゃないのに喉が、18期でやったんですけど、あの曲ね、もともとチッ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 って入る予定だったのに、本番チッチッチッチがなくてカウントが取れなくてバラバラになっちゃったんだよね、めっちゃ悔しくて。そっからひなも元気なかった帰りね。本当にね、悔しかった。やっぱり一番いいステージを見せたいから、あのチッ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 って振り返るのかっこよくて好きだったのに、めっちゃ悔しかったんだよね。そう、カノンでね、ワンツースリーフォーで振り向くんだけど、もうすぐ曲始まっちゃって、えみたいな、戸惑っちゃって、カノンがうまくいかなかったんです、悔しかった。お、ヤスさんありがとうございます、ミラーボール。そう、それがすごい悔しくてね、あ、自分すごいなんかステージの失敗で悔しいって思えるほど真剣になってるんだなって何回も言うけど、また新たな気づきでしたね。もう一回リベンジしたいな、チッチッチッチをつけてもらって、ちゃんと呼び捨てファンタジーもね、最初見た時、え、私ってなって、あの可愛い振り付けだから私ってなったけど、どうでしたかね、似合ってたかな、可愛い曲。あんまり可愛い曲やること私そんな多くないんですけど、こんばんは、こんばんは、台湾ありがとうございます。どうでしたか。
私柏木さんのポジションやること本当に多いんですよね、なぜかすごい多くて、だいたい柏木さんのポジションな気がする混雑したカフェテリアで仲間たちとランチしてた、歌わせていただきました。ショールームありがとう、ありがとう。歌声好き、ありがとうございます、嬉しい。そう、歌わせていただきました。Music is my life。 その通り。ね、いろいろあった本当に。もうね、1月が本当に自分的に大変、大変だ、大変すごかった。韓国から帰ってきて、その次の日、韓国から帰ってきた次の日が朝からレッスンで公演あって、その次の日いろいろ撮影とかあって、でも新公演みたいな感じだったから、わーって感じだった。本当にね、バタ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 、わーだった、わー。1月は多忙だったね。1月、2月、2月上旬、初めての韓国、楽しかったです。韓国時差はないですね。そう、どちらかというと帰ってきてからと行く前が大変だったかな。ランチしてた、本当に本田さんの卒業公演の方かな、卒業公演が終わってすぐ韓国だったから悲しむ暇もなくて、逆に良かったですけど、お医療。ゆきおさん、くまさん、ありがとうございます。お、ナムグニー、こんなりこまーよ。パスポート作りました、この間作りましたね。ちょっとファンミーティング初めてだから不安でいっぱい今は。こんばんは、こんばんは。ひとみらん、자주연락해요。자주는아니지만요즘에는제가꿈에서혼나님나오더라고요。그래서보고싶어서연락을했습니다。本田さんとよく連絡しますかっていう質問で、よくしてるわけじゃないけど、最近夢で本田さんが出てきて会いたくなって、それを伝えて連絡をさせていただいたんですけど、そこから少しお話しさせていただきました。ランチしてた、こちら、こんにちは。ね、今週末誕生日なんて、もうあっという間、あと4日だよ誕生日、みんなお祝いしてね。夢見の X にコシちゃんの動画上がってる、本当？何の動画かな、わー、くんかじね、クメソナオドラゴン。ね、夢でひなのさ、ベッドさ、本田さんだらけなの実は。ベッドのこう、なんていうの、時計とか置くような場所に、私のあの初日、ただいま恋愛中の初日にいただいたお花についてた名前のボードが左にあって、
あと夢見のサイン入り生写真、本田さんのサイン入り生写真、本田さんの生写真が ここにあって、真ん中にこの間の卒業コンサートのあのアクスタがこう2個こう置いてあって、缶バッジが3個ボボボンって置いてあって、そして右側にはこの間の2月4日のなんだそこミラの初日のお花についてた名前のボードがこっちに置いてあって、そこにも本田さんのグッズがポッポンって置いてあって、あと久しぶりのリップクロスの時の本田さんが真ん中にいるジャケットの CD が置いてあって、本田さんコーナーなんですよね。まあ夢見もいるんだけどそう、そこのコーナーを見ながら寝てるから夢出てきたみたいです。アイドルファンのベッド、ほんとね。でも自分の名前もあるんだよ、一応。こっちにただれんの初日の名前と、こっちにそこを見る初日の名前と、可愛いんだよねねえ、ひなの生誕祭いつなんだろう。あのボールちゃんと持ち帰って、もちろんですよ、ちゃんとベッドに飾らせていただいております。もちろんね、どうなんだろう、ひなもまだ何もお話さっき聞いてないのでわかんないんですけど。大西さん推しですが、卒業しちゃったのでプラメンコシちゃんに嬉しいです、ありがとうございますアルコン明けかな、楽しみでもね、ひな韓国行った時さ、韓国行くって言ってないのにさ、なんか韓国のファンの方が目撃してくれたみたいで気づかれました生誕祭の公演の希望を出せるの全然わかんない、何も言われてない、うん、半身何やろ、決まってない、決まってないです。ペンミーティング飲む気入れてよ。で、違う、ハングゴールワンビョッカーゲームあるん、ワンビョッカージアナソーチャルテルチモルゲッソヨソンゴンハルスイッスルッカ、私が韓国語が完璧じゃないので成功できるか心配ですっていう話です、でした。本当に全然完璧じゃないんだよね。だけどさ、こうみんなの分をみんなの分韓国語に翻訳できる気がしないんだよね、ちょっと怖い。ハルスイッソーちんちゃん、韓国語独学です。そう、なんか韓国語会話教室みたいに行きたい。不安です。もうね、今までは趣味というか勝手に覚えてた感じだけど、これからはというか、今回の4月20日のファンミーティングでお仕事として韓国語をね使わなきゃいけないので、ちょっと今まで以上に頑張らなきゃっていう気持ちですが、怖いです、どうしよう。あんまりね、今勉強するお時間があまり取れなくて、なかなかに難しいでございますが、頑張っています。頑張らなきゃ、どうしよう。みんなのちょっと翻訳機、こういう風にやりたい。お、カスコヒだって、コヒカスだな。どちらかというとコヒカスだな。ケンチャーナ、トワジョヤでよ。ランチして
てかこの間のねスパイシーセッションズ中西アルノさんの音楽番組っていうのかな、番組なんですけど、めっちゃねめっちゃ良くて、ずっと聞いてるねって言われるぐらい、この間のショールームの時さえちゃんと夢見に言われた。大西さんからこひちゃんに行く人多い。え、なんで、なんで私、嬉しいけど嬉しい。イケメン選抜入らなきゃこんばんは、こんばんは仲間たちとランチしてた。ほら、ねえ、クリス・ハートさんがもともとすごい好きで、学生の頃はクリス・ハートさんのカバーばっかり聴いてたんですけどね、めっちゃ良かった。ひなちゃん、のれ、ハンソージョル、ブタケよ、音のれするかよ。思い出が止まらなくなる寄せては返すように。歌詞わかんない。あのバラード調の編曲めっちゃ好き。一小節お願いしますこれでいいのかえ、岩田さん久しぶり、お疲れ。ハローフロムインドネシア、インドネシアからありがとう、 Thank you、 ハロー。歌もうまいです、ありがとうございます。思い出が止まらなくなるちょっと歌詞がね出てこないこいちゃんが AKB に入ってなかった、何してたの。何をしてたでしょうね、何してたんだろうね本当に。もう薬飲みやっぱよ、こまわよ、ありがとうございます。いいえ、てなに、こんどりこまわよストイックな美学、そうだね。僕のストイックな美学は、私はハモリ担当ですリヒョの担当わあ。ね、ひなも思い出が止まらなくなる、すごいね。バラードめっちゃいいなと思って、やっぱバラードが好きなんだなって思いました、自分的に。もともとの原曲も好きなんですけど、好きですね、こっちも。寄せては返すようにのところがめっちゃ好き。ひなちゃん、ハングペンミーティン、キラリゴイスイケヨン、こまよん、こんわんえそ、まんなるすいすいか。ストイックな美学めっちゃ好き。じゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃん、ハートをそっと起こさないように部屋を出て行くよ、君が好きだよ、君が好きだよ。こらえきれずにキスをしてしまったら美しくはない、僕の。こっからハモリなんですよ私。ストイックな美学なんですよ実は。小日向ゆめみそうしそうなチャンネル、こひちゃんの歌声綺麗、もっと好きになってください初見です、初見、初めまして、ありがとうございます。アーロンピッピさん、ありがとうございます。成田小日向と言います、ピッピッピそう、ソラさんとのユニットめっちゃいいでしょ。なんかこう、私的にソラさんは結構ねお顔が強いので、なんか強い表現が得意なのかなっていう風に私的にね分析させていただいたので、ちょっとこう同じ表現にならないように
こうなんて言うんだろう、差をつけられるように私はちょっと切なめで表現してます。実はこひちゃんのステーク聞いてこの曲ハマってる、嬉しい眠ってる君の手のひらは今何か受け取ってた喋ってたのにソファーの上で沈没してしまったんだ。あ、はるさんミラボールありがとうございます僕のブランケットをかけてあげよう、ちゃ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 でもね、夜更けのコーヒー歌ってるのは私じゃないんですよね、コーヒーなんだけど、夜更けのコーヒーを飲みたくなったはソラさんが歌ってます。ハートをそっと起こさないように部屋を出て行くよ、君が君が好きだよ。アンビで韓国に来るときは空港でファンタジーがたくさん、それさどうやってわかるの、いつ来るとかどうやってわかるんだろう、すっごい不思議なんだよね。かえちゃんありがとう、ミラーボールありがとう。今日ねアズに抱きついてたらユナがねちょっとねなんかめちゃ見てたどうしても珍しいって言ってた、ユナが嘘嘘嘘嘘嘘嘘君が好き嬉しい、ストイックなビルとヘビロテ中嬉しい、ヤスタ先生名前ミラボールありがとうございます。空港ファッション、え、撮られない撮られないよ、そんな私はねもうほぼガイドさんなんで、今回はガイドさんなんでガイドとしていきます。そうしないと緊張しちゃうので心構えはガイドで、アズがメールで誰絡みしてくるですえ、なんで、こんばんは、トニトニチョッパさんこんばんは。空港にファンが来るってあなた自身が成田国際空港だから人そんなことないのよ。でもさ成田空港行ったことないかも、ひな主役のつもりで、あ行ったことあるわ一回だけ、主役のつもりで行っちゃう空港で待ってくれてるの嬉しい嬉しいね何かね嬉しいわ、うん、ステックの美学好きだからソララと歌ってくれて嬉しいのも嬉しい。でもさちょっとまた聞いて、これ愚痴なんだけど、最近さかすみんソラさんまで撮り始めたよ、どうする、どうしたらいい。アズに誰絡みするのハマってます、ハマってます。今日は朝朝朝朝って言いながら抱きついてたらいつもね殴られる、殴られるってかねポン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 ねされる、こうやって避けられるんだけどねめげずに言ってます、おもろいやつおもろい。そう全部ねひなから略奪するの好きなのかも、それはもう遠回しにひなのことが好きなんじゃないそう思い始めてきた明日にあずあずひながあずあずしてんだよ、あずあず見がないよね、まっほら足元見
これがあれがあなたの歩む道、ほら前を見てごらん、あれがあなたの未来。エリちゃん完全にかすみ、そんなことないよ。最近もね、エリコさん抱きついてくれるし、来る猫ちゃんみたいっていつも言われる。いいな、なんか足に抱きつくからね、そうなの、猫ちゃんみたいって言われる、エリコさんに。母がくれたたくさんの優しさ。歌詞打ってくれないと歌わない、マジわかんない、な歌詞覚えれないんだよね。土曜の底村公園に入った知り合い、コーヒーがいないと物足りない、なんで、ちょっと星になってたら読めない、これ。愛を夢と繰り返した。エリコヒナの絡みもっと見たい、言っといて、エリコさんに。あ、イトキンさんありがとうございます、ミラーボール。あの時はまだ幼くて意味など知らない。全部打ってくれ、おもろ。はじめまして、大成さん、はじめまして、成田小日向です。おてて、えりこさん、えりちゃん、はるさん、ミラボールありがとうございます。そんな私の手を握り一緒に歩んできた、その優しさを時には嫌がり離れた母へ素直になれず。絶対違う、ここ違うね。ドキドキドキンチョリーバさん、ミラボラありがとうございます。エリちゃんに言っとくわ。お、言っといて、嬉しい。ほら足元を見てごらん、これがあなたの歩む道、ほら前を見てごらん、あれがあなたの未来、未来へ向かって未来へゆっくりと歩いて行こう。歌声綺麗ですね、嬉しい、ありがとうございます。コーヒーさんげよ、ラドさんげよ、マニさん、ハオスミダ。友達欲しい、唐突。友達ってどこで作ればいいの？いくらでも聴けるくらい好き、嬉しい。ねえ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 、とユニバースねえ、テリオがジュレサンサンリョクロ。思い出が止まらなくなる、僕わかんない、あの夏の日、寄せては返すように。ここまでしかわかんない。君が好きなんだ、うん、ちゃんと次までに覚えてきます、思い出が止まらなくなる。19期に友達作れるかな。韓国語教室ね、ちょっと行きたい。めいぐりね、めいぐり参加したいな。次のアンダーライブ行きたい。ワンカーン
こんだりくまおやん。行きつけのカフェとかねないんだよね。ね、確かに。いい旅立ち。トゥルルルトゥトゥルルルトゥルルルトゥントゥルルルトゥルルルトゥトゥルルルトゥルトゥルトゥトゥルルルトゥルトゥル。お、ワタメロンにまた会心こまうよ。ずっとずっと友達だよ。わどんどんこひちゃんグッズ溜まってくの嬉しい。嬉しい、ありがとうございます。うれぴー、そう、きなこれ武道館でやったんだよ、皆さん覚えてる？初恋ドアもやったの。それがあれなんだっけ、瀬戸入りっていうのをしました。2回恋をした僕別の子の推しの知り合いが日に日にこひちゃんにハマってって、それを見るのがなかなかに嬉しい、ありがとうございます。こひたんビーム。ひめたんビーム。リッキーさん、おひなさまタワーかな、ありがとうございます、嬉しい。バシャ、ありがとうございます、嬉しい。タワーありがたわ、ありがとう、わざわざありがとう。いつもウィバースもありがとうございます、見ておりますよちゃんと。ひたゆうさんありがとう。そんな必殺技はひな持ってないよ。君に会うたびに恋をするだろう。レッツゴーエビバディです。何も知らない誰かのこと、いつの日からか愛が叶った。ずう一枚じゃそうか。こんばんは、せいせいさん、こんばんは。そこ見られたい。カラオケ配信ね、2回ぐらいしたことあるのかな、したことある気がします。きっと誰だって誰だってあるだろう。不意に気づいたら泣いてること、理由なんて何も思い当たらずに涙がこぼれる。ですか、合ってますか。どうでした。そこみらのテンションのピークは最終ベルのイントロ。おいおいおい。テンション上がります。ブープ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 ー。早いよね、そこ見るめっちゃ鳥肌立つんだよね、なんかいろんなとこで。
チュアリー似合う？本当？丸野さん大好き。ドキドキドッキンチョリンパさん、あとありがとうございますね。本当にね、もうね、てかリバーでもピーク迎えてるって感じ。もう本当エンディング妖精って感じって感じ。抱きしめちゃうやりたいね。まだ1回しかやってないの。楽ちゃんに気づいてない、この世界の美しさ、そうその醜さも楽ちゃんに抱きしめちゃいけないんだ、君のこと泣かせたくないよ。通常公演30出演超えてたって早いね。あっという間だ、あっという間だね。ナーニャさん、ハートありがとうございます。クヒちゃん、半額タニョンヨンさん、チャリバス、あーこまおよ、 Vlog くんがこまおよ、はるさん、ミラボラありがとうございます。ありがとう。だらしない愛し方で、高いよねあれ。いつかやりたいと思っておりますが高い。ダンスむずい。次の波動、ゆいちゃん怖いんだけど大丈夫かな。ゆいちゃん波動できんの？やったことないかも。春にちなんだ食べ物、春にって何、春って何あるの。こんばんは、ひいらぎさん、こんばんは。あみちゃん、ありがとうございます。ミラボラありがとうございます。桜、桜食べないや、桜みんなで食べない、食べないよ桜、食べれない、食べれないよふ君のことが好きだから、ね、ずっとねあのポジションの気がする。風に吹かれても、ひなは最終ベルの希望のダイスのパートがマジで好き。希望のダイス今フロー、最終ベルがならないにトゥの声を聞け。やりたいね。最初の行き先、耐水マグロ。私なんか今さすごいさ、歌って踊る以外のお仕事もさせていただいてるんですけど、すごいめっちゃ、ま、いきなり真面目になるんだけど、やっぱさ本業が歌って踊ることだからね。もしなんか他の SNS とかで気になってくださった方も、もしよければ歌って踊ってる姿も見ていただけたらと思います。歌って踊ってる姿を好きになっていただけるのがやっぱ一番嬉しいので、わがままですけど見ていただきたい。やっぱね本業が好かれるのが一番嬉しいですね。ぜひ見てください。見て後悔はさせません。頑張ります。抱きしめ一瞬もう25分だった。あと5分だよ。
という間だね。あっという間だね。あっという間だね。ドゥ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 。パッションフルーツを食べればいい。食べたことないんだもん。それ教えてくれないないの。こんばんは、こんばんは。作詞はね結構ねさせていただいたりしてるけど、あんまりね最近できてない泣きたくなるほどあなたに会いたい、今すぐこの空を飛んで行きたい、つもりはなかった夜風の仕業ということでランキング読みましょうか。そろそろねあと4分なのでランキング読みたいと思います。どこにランキング、なんかショールーム久しぶりすぎてめっちゃ話したくなっちゃった。夜風の仕業、ライブランキングだよね。はい、13位マンノンミン、こんばんは。12位トモアとはお話し会、仕事で全く行けなそうです。そっか、でもこうしてショールーム来てくださるだけでとっても嬉しいです。ありがとう、いつもありがとう。11位ムンクンニン、こんばんは。10位コージッキーさん、あとコヒオシ、お、コヒオシになってる、嬉しい、ありがとうございます。9位ヤスター、あとちょっちゃありがとうございます。8位アミちゃん、ありがとう、ありがとう。7位ハルさん、ありがとうございます。6位ウォーターメロンに、こんばんは。5位ティナンに、こんばんは。4位下ゆうさん、ありがとうございます。3位玉龍さん、ありがとう。2位リッキーさん、ありがとうございました。ありがとうございました、ありがとうございました。1位ビビアンドベベさん、ありがとうございました。ありがとうございました。タワー見れなかったけどありがとうございました、嬉しかったです、とっても。配信お疲れ様、ありがとうございます。コーヒー歌うますぎ、ありがとう。もっともっと上手くなるように今ボイストレーニングもさせていただいてるので頑張りたいと思います。もちろんダンスももっと頑張ります。配信ありがとうございました、こちらこそありがとうございました。ショールームチャージオッケーよ、こまわよん、バイ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 。ファンミ絶対当てる、お、ありがとう、当ててね。そう、ボイトレもっとね、もっともっと上を目指したいので一番になれるように頑張ります。声だけ置いといて、どうやってだよ3月3日楽しみにしてる、いいのも楽しみ、もうね早くワンピース着たくて。こひちゃんが一番歌声好きです、ありがとう、嬉しい。こんばんは、こんばんは、 Thank you, thank you。 また土曜日楽しみにしてるね、2日行くからね、ありがとう。向上心もちろん、もちろんだよ。 AKB で一番の、まだまだです、私ももっと先輩に追いつけるように歌頑張りたいと思います。パフォーマンス含め、チャイナドレスは着ません。いい声、ありがとう、楽しかった、変なも楽しかった。ワンピース似合いそう、嬉しい、真っ白のワンピースです、楽しみだよ。みんなに近くでお会いできるの楽しみにしてますね。私はちゃんと夜ビタミン C を飲みたいと思います、大事。ということで30分になったので終わりたいと思います。金髪いつかしようかな、じゃあどうしようかな。かいちゃんとコーヒー大好きボートになってくる、嬉しい、配信ありがとう。ちまちょごりね、いつか着れたらいいですね、韓服きっと似合いそう、きっと似合うはず、似合ってほしい、かわいい、ありがとうございます。直接お誕生日お会いできて嬉しい、ひなもお祝いされるの嬉しい。3月3日
楽しみにしててください。その後これはちゃんとビタミン、こいちゃんのボイスアクスタ、そうだ、ひなのお母さんも買ったって言ってた。ということで今日はありがとうございました。またねできる時があったらつけるので、いきなりになっちゃうかもしれないけど、ぜひ来てください。ありがとうございました。おやすみ、バイバイ。